さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、もりもりです。今回から僕も実写動画を出していこうと思います。1回目はフォトショップのレイヤーについて説明していきたいと思います。レイヤーって一番知っておかないといけない知識だと思うので、レイヤーについて詳しく説明していこうと思います。で、途中から実際のパースを使いながらレイヤーの説明もしていこうと思うので、最後まで見ていってください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまずはフォトショップでの画像なんですけど、フォトショップでの画像は透明なフィルムみたいなものが何枚も重なって一つの画像になっています。で、その透明なフィルムのことをレイヤーって言います。だから一つの画像を作るのにレイヤーを重ねて作っているっていうのをイメージしてもらったらいいと思います。で、例えばこの画像なんですけど、今、空にこの風船、バルーンがあって、で、文字のバルーンっていうのが書いてあって、一つの画像のように見えるんですけど、実際は3つのレイヤーからこの画像が作られています。で、一番最初に空のレイヤー、次に風船のレイヤー、次にバルーンのレイヤーっていう、この3段構成で画像が作られています。このレイヤーの順序っていうのが大事になってきてて、この右側のレイヤーのパネルで上に来てるものが画像でも上に来てます。なので一番上にバルーンっていう文字が来てて、次に風船、次に空の順番で重なってるっていう感じですね。なんで、このバルーンのレイヤーが例えば空のレイヤーの下にあったとしたら、当然バルーンの文字が見えなくなって、それは空のレイヤーの下にあるから空に隠れて文字が見えないっていう状態になってますね。反対に空のレイヤーが一番上に行ってしまえば、先ほどあった風船のレイヤーも、バルーンの文字のレイヤーも、全部が見えないっていう状態で、フォトショップではこのレイヤーの、この重なってる順番っていうのが画像で表示される順番と一致するので、右のレイヤーパネルで画像にしたいその順番っていうのをしっかり決めてあげることができます。はい、で次なんですけど、次は実際のパースを使って説明していきたいと思うので、一回じゃあパースに飛びましょう。はい、パースの方に飛んできました。この画像も一見一つの画像のように見えるんですけど、実際はこの右のパネルにあるように、7つのレイヤーからこの一つの画像ができている状態です。そしてこの、パースなんですけど、これ建物の中に、こういうオブジェがあって、で、人が、見ている状態なんですけど、一番下にはこの建物のレイヤーっていうものがあって、これですね、この建物のレイヤーが一番下に来ています。で、ここが展示スペースになってるんで、ここにさっきのオブジェを置いていこう、こういう感じでオブジェを置いていくんですけど、ただこれ単純にオブジェを重ねていくだけだと、例えばこうやって重ねるじゃないですか、オブジェのレイヤーを、一番下の展示のレイヤー、展示空間のレイヤーの上に重ねるだけだと、なんか浮いた感じになってて、変ですよね。で、単純にこのオブジェを展示空間のこのレイヤー、展示スペースのレイヤーに重ねる、上に置くってだけやと、ただただなんか画像が乗っただけみたいになって、さっきみたいな綺麗なパースっていうのはできないわけなんですけど、このレイヤーの表示順序でこの建物の中に物があるみたいな形にどうやってやるのかを説明していきます。で、まずは一番下のこの展示スペースがありますよね。で、その上にオブジェを乗っけるだけやったら、無理やと、綺麗に見えへんなって、だからここで大事になってくるのは、光やったり、このオブジェの影っていうもので遠近感やったり、その立体感が出ると思うんで、その調整したやつを次に表示しますね。で、例えばこういう感じで今影と光がさっきより比べたら出てきましたよね。で、これだけで若干マシにはなるんですけど、これでもまだちょっと画像で見たら変なんですよね。で、次に、もう一つ調整、あらかじめ調整したやつなんですけど、調整してあげると、地面が出てきて、
でこういう人が出てきて、影が出てきてっていうので、まあ、全体のパースが徐々に作れていきますね。それでもやっぱりなんかこの真ん中のオブジェが浮いてる感じに見えるっていう人いると思うんですよね。でそれなんでかって言ったら、この建物の真ん中に寄ってみるんですけど、この建物真ん中のこのガラスの枠があるじゃないですか。これですね、ガラスの枠が内側に入ってたら おかしいですよね。貫通しちゃってるんで、このガラスの枠がちゃんと外側に来るように、レイヤーを使って表示させてあげることが、まあ、大事になってきます。じゃあそのガラスの枠をちゃんと、正面ガラス枠って今もうレイヤーあらかじめ作ってたんで、そいつを表示させてあげたら、こんな感じでちゃんとガラスの枠が手前に出てきますよね。オブジェより手前に出てくる。こうすることでこのオブジェがこの建物内にあるっていうのが認識できると思います。でこれレイヤーとじゃあ何が関係あるのって思うかもしれないですけど、ちゃんと右側見てあげたら、このレイヤーパネル上で上にあるものが画面上でも上に来るって言ってたんで、ちゃんとこの正面ガラス枠っていうものがオブジェっていうやつよりちゃんと上側にあるじゃないですか。こうすることで元の画像の順序もしっかり反映されるっていう状態ですね。これが分かってるか分かってないかで、そのパースの書き方とかも多分ちゃんとうまいパース書けてない人とかはもしかしたらこういう失敗もあるかもしれないし、建物内に物を入れたいって人はこうやってあげたらうまくできると思います。まあ、あとはさっきみたいに、まあ、女性を入れてあげたりとかで、女性のところもなんですけど、このままやと、女性がねこの枠よりやっぱり上側に出ちゃってる。でここの右ガラス枠っていうのも今表示させてあげたら、ちゃんとガラス枠の方が女性より手前にあるから、この手前のガラス面と奥の女性っていう判断がつくと思います。まあ、こんな感じでレイヤーの順序だけでもパースとしてうまく見えると思うんで、初歩的な技術っていうか、まあ知識、このレイヤーっていうのなんですけど、まあ、これだけでも結構変わってくると思うんで、ぜひ覚えていってください。はい、今回の動画は以上になるんですけど、今回の動画まあまあ分かったよとか、ちょっと分かりづらかったからもうちょっと頑張れよとかって人も高評価とチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。